スキャンダル発覚したらに対するみんなの反応。逃げしすぎスキャンダル発覚？マルゼンスキートレーナーと同棲発覚もはや事実婚？ミホノブルボントレーナーが実家訪問婚約間近か？サイレンス鈴鹿トレーナーと夜の密会恋のレースもゴール間近？スマートファルコン赤点が3つ、トレセン卒業の危機だ。ファルコはさ、この記事は誤りです。出版社に抗議しましょう。ファルコンさんの赤点強化は6つです。平和ですね。どれだけ張ってもスキャンダルが出てこない女。ファルコは馬ドルの鏡だなぁ。記者こそどれだけ張り付いてもスマートファルコンの色恋沙汰の気配が全くない。卵クロス実装への意気込みを語る独占インタビュー。トレセン学園は出会いの場ちゃうで。卵クロス結婚秒読みインタビュー。トレーナーは家族や。毎回中間テストの度に成績をすっぱ抜かれるファルコ。鈴鹿さんはトレーナーと温泉に行っていたが、ファルコの成績の陰で話題にならない。はぁ、一人足りねえの。早く実装するの。逃げシスの曲そのうち実装するだろうから、アイネスが来たら逃げシスのイベントやると思う。逃げシスイベントはやりそうよね。国際アイルランド王国、トレーナー氏の身柄引き渡しを要求、日本政府は応じる考え。アイネス夫人特売のお一人につき1パック98円の卵を買う。スマートファルコン赤点は3つどころじゃない。トレーナーも完全協力の体制で学業強化へ。スポーツドドド優勝や目白マックイン宣言。優勝したら7冠取る。スマートファルコン日本の車上にはもう敵なし、通年無敗へ大手。スマートファルコンダートをもっとメジャーに、馬ドルとしてできることとは。たまにまともな記事が出るな。マルゼンはみんなから祝福されること間違いなしだな。おめでとう、やっと卒業してくれんのかみたいな感じか。オグリキャップ新登場のラーメン大食いチャレンジをクリア、通算22連勝。走りとは関係ない種目で海外を制覇しそう。一時期、大食いの小林武は全米でイチローより知名度のある日本人だった。オグリがフードファイターになってアメリカに渡れば大谷より有名になれる。文春報されたら喜ぶ馬娘を襲う。ダスカは文春の記者と組んで仕掛けてきそう。自分から記者にネタを売り、トレーナーの外堀を埋めるダスカ。おとなし記者は、文春の記者だった。ナンバーが文春なのでありえなくもない。馬娘って競争人生長そうだし、 V やねん天皇賞秋みたいな特集組まれて毎年一する愛され馬娘と買いそう。なんでですの、阪神競馬場じゃありませんわ。地方マルゼンスキー所持の免許証がナメネコの免許証であることが発覚、警察が事情聴取へ。舐められてなかったため有効判定。法律を舐めてるんだよなぁ。アイネス夫人は G1 勝った夜に立ち食いそばを食べてそうな安心感がある。もうあの立ち食いそば屋なくなったらしいな、悲しい。シナリオ見ても馬娘がトレーナーとくっつくのはよくあることって認識っぽいからなぁ。逆に相手がトレーナー以外だったら衝撃のニュースになりそう。みんなそうやっていじるけど、ファルコは馬ドルとしてプロなんだよな。自分が迷って、初心忘れてかけててもファンに悟らせなかったし、リブトレーナーと言いつつ一線を超える行動は慎んでる。他の逃げ質は馬ドルであることにこだわりがないから、ここら辺で意識の差が出るんだよね。スキャンダルとして上がるときはファルコが馬ドルをやめたときだと思ってる。そのぐらいにはプロだよファルコは、そこが魅力の一つでもある。馬ドルをやめたならもはやスキャンダルではないのでは？期待目白マックイン優勝宣言点秋も取りに行く。1991年10月27日ビールかけの準備をしててください。優勝旅行のお土産はハワイのクッキーですわ。あの後誕生日で本当にクッキーで祝われてて芝。優勝を逃したなんて、ありえませんわありえませんわ。馬娘とトレーナーが結婚することより結婚後にトレーナーが引退するのかどうかの方が話題になりそう。メジロマックイン密着取材。降着というか一着をプレゼントしましたわ。今日から4連勝ですわ。負ける気がしませんわ、地元ですのよ。上がり3ハロン、驚異の 33.4。 なぜふみの、美人馬娘を抱き寄せ熱いキス。フランス式の挨拶なんだよなぁ。ファルコって育成ストーリーではだいぶ踏み込んできてるのに、なんで恋愛弱者ネタすられてるのかわからん。
ぶっちゃけ持ってない人が2部トレーナーの部分だけ見て騒いでそう。それは俺もそう思う。でももうそういう空気になってるからどうしようもないな。ファルコは踏み込んでくるより、ファン第一のイメージが強すぎる。バレンタインとクリスマスでファン刺してたのが致命傷。相方が強すぎたからしゃあない。ネタにされやすいシーンが切り取られてキャラのイメージが形成されるなんてのはよくあることや。トレーナー自体がクソボケなのがファルコシナリオやし。メンチコピペみたいなマックイーンの記事できそう。しれっとサンデーサイレンス殺してて草。91終点直前の記事だーこれ。鈴鹿が夜中にトレーナーと？ただの夜間トレーニングですね。あの二人ならまたトレーニングだろうと思っていたらいつの間にか距離が詰まってそう。トレセン学園所属のトレーナー、同僚や上司、謎の不審者らと4また温泉旅行をしていたことが発覚。タズナ、私は温泉行ってないんですけど？不倫は文化です。そんな文化投げ捨ててしまえ。なんかファルコは新井さんみたいな認識になってきた。地方巡業を終えたファルコにフラッシュ主催のどの面下げて帰ってきたんですか会が襲いかかる。辛いです、ファンのことが好きだから。正月にごま用するファルコ？地方スペシャルウィーク、妊婦と間違えられ席を譲られる。いつもの食べ過ぎと認識されて出産まで妊娠と気づかれない方がありそう。速報名称怒涛襲撃ライブ乗っ取り事件犯人はマスクをした馬娘？L、腹を切りなさい。また L が流れ玉で被弾してる。速報、334。なんでやステラベローチェ関係ないやろ。ステラベローチェ、カノープスイリカトレーナーが熱視線。地方星雲スカイさん、またしてもトレーナーのアプローチから逃走。速報待機者取る容疑者銃刀法違反で逮捕。本日行われました G1 レースにて、待機者取る容疑者が所持していた拳銃をレース中に発砲した疑いが持たれています。調べに対し容疑者はこれは私の固有スキルですなどと供述しており、知ってた速報目白マックイーン、我慢できずにメロンパッフェをパクパク。私についても何か書くの。アイネス夫人トレーナーと深夜のケイマイプレイ？長女もたまには甘えたい。二人の仲は軽米愛か禁断の恋か？国際アイルランド王国のトレーナー身柄引き渡し交渉のためピルサドスキー氏来日。エアグルーヴ次のイベント協賛者への挨拶及び打ち合わせのため、今少しトレセン学園を離れます。速報ゴールドシップ、宝塚記念3連敗も早敵なし？当日は、一挙かましてやりますよ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。